ロシデレ、新キャラも癖が強くてよかったね。コントキャラが可愛い。ってのがこの作品の良いところですよね。学生議会って何？って感じだったけど、とりあえず盛り上げ展開やりたい。ってのは分かりましたね。とりあえず来週さっさとメガネを倒してほしいです。以上、ロシデレのお話でした。